やってきたんやけどさ、うん、あのメガネするやん、うん、コメントがちょっと見づらいのいつもより、うん、メガネするんだけどさ、マジで目がちっちゃいんよ、うん、えっと目でかいからそれで普通の人になった。やばない、目がめっちゃちっちゃくなるんよメガネすると。でもさ、目がちっちゃいってわかんないよぶっちゃけ。え、本当？なんでかっていうと反射して何も見えないからね。反射してさ、わかる、あのライト、部屋見えてる？大丈夫？部屋は見えてないと思う。菅原はレンズのあれが見えてる。あのライト。そう、ライトがめっちゃ二重になってるの、しかも。ほんとだ。輪っかができてる。うん、部屋わかんないよ。そこ。それで見えんの、結果。これで見えなかったら、けど4からもう。今日、ちょっと顔面アップでいくから、よろしく。みーちゃん、くまちゃんの可愛いお顔が見れて、僕は嬉しいよ、私は嬉しいよって思ってるよ。なんかさ、菅原もさ、まあぶっちゃけ今日さ、ほんとオフだったからさ、うん、さあずっともうさ、いつも通りのさ、ボサボサの状態でいたわけよ。うん、だけどさ、髪の毛下ろしたら いけるかなとか思って、全然いけなかったから今日も髪の毛結ぼう。やっぱそうだよね、もうボサボサを明かしてるから目がちっちゃくてもどうでも一緒だわ。うん、おうちスタイルでいくわ。おうちスタイルでいくわ。でもさ、そっちの方が離れてたらあれやん、いいやん。これぐらい？うん、文字見えんの？それで。うん、文字見える。じゃあいいじゃん。いや、いや、いや、かわいいよくまちゃん。これでいく。くまちゃんかわいいよ。やばいやばい、おでこが見える。くまちゃんのおでこいいよ。それやった方が可愛くないかも。あ、じゃあ。うん、こっちの方が可愛いよ。わかった。うん、お団子可愛いから。わかった。じゃあ、まやちゃんの言う通り、うん、これにしよう。うん、まあ、ファンの人はなんていうか知らないけどさ。ネズミ男って言われてる。あ、じゃあ、変えた方がよかった。いいよ。いいよ、じゃあ、ちょっともう撮るわ。うん。うちの方がいい。昨日飲み物飲もうねとか言ってさ、めっちゃ忘れてたよな。うん、全然飲めなかったよ。もう飲もうじゃ。わかった。乾杯！飲み物？乾杯！乾杯！美味しいかな？美味しいかな？この前に一緒にこのジュース買ったんだよね。最高。待って、開けれん。トト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 ト
さ、ちょっと前にさ、なんかジェルネイルさしててさ、うん、爪弱っててさ、うん、あいった、あいった、乾杯、乾杯、だからはこのまま飲むよ、だって、うん、コップ出したくないもん。おお、美味しいわ、うん、美味しい桃だ。くまちゃんのやつちゃんと見せて、だって、うん、マスカットブドウ、ブドウ、菅原はピーチ、ポドウ、ブドウ、ピーチ、ポンパン、パンパン、 238g だって。これ1981年からあるらしいよ。え、そうなんだ。シンス1981って書いてある。じゃあ自分たちよりも昔にあるわ。んだ、すげえ、だいぶ先輩だよ。先輩、先輩、これはジュースです。ジュースです、お酒じゃないです、ジュースです。そう、めっちゃジュース。私たちはお酒が飲めないのでジュースです。何やっ、何をさ、会ってこぼすわけよ。
じゃあなんか机が今なくて部屋改造してるって言ってるじゃん、うん、まあこれ改造してるって言って1年ぐらい経ってんだけどさ、うん、マジでさいい加減にしてくれよって感じでさ今さ、はい、あの右に机代わりにしてるのがさあの、はい、わかる？あのあまり着てない服のケースなわけよ、うん、あはい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 、まあ透明のあの、うん、ケースだからいいんだけどさ、うん、だけどもだけどねあの、うん、中に入り込んでないかちょっと不安でな仕方がないんだけど服の何があってこぼしたの どうやって手でカンパンってやっちゃって、うん、かタイミングが悪かったねブドウのいい匂いするうん空になりました今の一瞬ではいうわーやっちゃったよやっちゃったねほんとこういうとこあるよねほんとやだ飲み物優雅に飲んでる時間なのに優雅に飲めなかった熊崎遥さん最悪だ洋服ぶつけた手は汚れてないのうんぶつけた手は全然大丈夫だった よかったねね、溺れてない？うわあ、後で掃除しますわ。ドジッコクマちゃんも愛おしいだって。ポコポコ。やめてその顔。やめて。バラが今一面に。よかったじゃんいいタイミングで。ありがとうバラのおかげでちょっとマシになってるよ。ありがとう。でもそれはクマさんの方だけで菅原のルームを見てくれてる人はもう何もないからさでしょもう何もないから耐えきれてないよこっちはあ耐えきれてないうんちょっとあの今回は今来たから今来たからありがとうございますバラで今保護されてるありがとう保護されたよかったありがとうバラのおかげでなんかクマさんのメンツも保たれたよかったありがとうよかったよかったいやさありがとうすごいひどい格好でもう飲み物もさこぼしてさポコポコとか言ってさしらけてたけどありがとうよかった言ってくれなくなっちゃったなくなっちゃったバラのおかげですごいクマさんのメンツが保たれてよかったもう後輩としてすごい不安だったからよかったありがとういい後輩だよいやいいファンの人だよそしてもういいファンの人のおかげで自分たちのメンツあ見てバラがまた囲まれてるありがとう見てって言ってもさ素柄見えないからさいい加減にしてくれるいい加減にしてくれるごめんごめんごめん本当にえ待ってめっちゃさえそっちはこぼしたんじゃないよね缶だよね缶をこぼしたのめっちゃ頻度早くねとか思っちゃった全然缶をこぼしたんですでも缶の中もないからほぼ飲み物なくないそれえけどねまだまだあるあるまだあもう一瞬でペッペッペッってやったのそう一瞬でペッペッペッってあの反射神経だけはいいからさいいじゃんやっぱ譲れないもの反射神経だからさあーなるほどねそうそうそう譲れないそれ書きな譲れないもの反射神経ってこれから、うん、ねいつかどこかでね反射神経は譲れませんってね言う言ってこ言ってこあーおいしいおいしいハモったおいしいハモった時なんだっけなんとかっていうやつあるじゃん忘れちゃったなんだっけなんて言うんだっけハモった時なんだっけフルーツバスケットじゃなくてそういう感じのミラクルなんとかなんだっけなんて言うんだっけなんて言うかハッピーアイスクリームだあそうだハッピーアイスクリームだ懐かしいめっちゃ小学校の時とかやったよね、うんハッピーアイスクリーム。は？待って、今固まる瞬間でした。え？ん？え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 ？前髪割れちゃう。やばい、家での過ごし方の前髪が。やばい、家での過ごし方の前髪が。やばいあのピン止め止めて跡がついてる前髪がやばいやばいすがらもすがらもなんか家にいるときはもう一個結びで前髪をバーってやっちゃってるんですよそうそう
だから直前に直したからさ、やっぱさ、半分、半分で割れちゃうんだよね。そうだよね。ここで。もういいよ、いい感じよ。お殿様おでこ広くね。広くないって、だから。なんかさ、動画だと広く見えない。まやちゃん広いって思ったことない。私の方が広くね。ほら。広。わ、最低。最低だ、こうやって。こうやって人を落とし入れる。よくないと思う。だってすがら見せてって言ってなかったですよ、今。ひどい。で、見て、前髪戻んなくなっちゃった。っていうさ、過ごし方をしてるから、オチだとやばい。そうなんです。でもさ、クマさん別にさ、おでこ出しててもさ、似合うじゃん。今広いって言ったくせに。広いけど別におでこ出して、なんか菅原は熊さんぐらい広い方がいいから。今日菅原よくさ前髪長かったからさ、おでこのイメージあることない？あると思う、うん、でもなんかラッキーさんとかも広い広いって言うじゃないですか、うん、でもさ菅割となんか菅原が理想とする前髪の広さなんですよ。あ、そうなの？なんか菅原がやりたい、なんかさ、本当は前髪も不安とかやりたいんだけどさ、不安で長めにしたけど、おでこがさ、短いしさ、あとなんか、丸くないから、ぺっちゃんこだからさ、なんか自分が理想とするなんか、前髪ができなくて、ふわっていう前髪が。でも、ナッキーさんとかさ、クマさんってさ、割とおでこさ、こっからふわーみたいなさ、前髪じゃん。それできないからさ、あんまり。ないもの ねだりだよ。そうそうそう。それをやるにはあれぐらいのおでこの広さがあった方がなんか綺麗に、なんか自分が理想とする前髪になるんです、うん、私まやちゃんの前髪の出し方が好きだもん。これちょうどいいぐらいの前、あのおでこの広さだから、あの真ん中で分けてさマロ眉毛さ描いてないからさ、やばい。で、見て、眉毛の中にほくろがあるの。そう、書いてない。クマさんって眉毛の中にほくろあんで。そうだよ。ここにほくろあるの。うん。眉毛。でも、ほんと家でさ、こうやって過ごしてるからさ、やばい。なんか、やばい。いけてる？でもこれで。でもレッスンしてるとこうなってく、だんだん。また今日も M 字バンク。イエーイ、かっこいいね。今日もまやちゃん決まってる。ふふ。ふふふ。って言ってさ、こういうの拡散されるからさ。うん、ちょっとやめて。え、待って、本当に前髪。やばい、戻らなくなっちゃったよ。やばい。やばい。前髪、前髪、アイロンもかけてないとこうなるんです。なんかさ、あの前髪はちょっとアイロンかけたんですよ。うん。そのもうぐちゃぐちゃすぎてね。ぐちゃぐちゃすぎて前髪をさ、アイロンかけたけど、こうやってさ、一瞬でさ、なんかこの、もうパックに割れてるのを直さなかったんですよ。だからさ、まあ、治りきらない、完全には。今日いい感じだよ。でもすがら今前髪短いから。伸ばすの？ちょっと伸ばす。いいね。ちょっとだけ伸ばす。前髪ってそう思うと不便だけどさ、男性の前髪ってめっちゃ不思議じゃないですか。逆に男性ってどういう前髪してるんだろうって思って、え、どっからが前髪なの？なんかさ、女の子はさ、なんか、待って、くしゃみです。女の子の前髪は三角形みたいなさ、うん、そうすると綺麗な前髪になりますみたいなさ、うん、言うけどさ、男性って、どこからが？なんか結構ピョンみたいな感じじゃない？そう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 。どっからが前髪なの？確かに、気になる。だってさ、どういう前髪があれなの？こっからさ、こうやって持ってくる人とかいいんじゃん。あ、いる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 。え、どこが前髪なの？確かに。前髪ってあんの？前髪ってあんのとか言っちゃった。そう、女の子はなんかここを三角形にすると綺麗にみたいな。うん。あるのよ。
確かに気になる。前髪ってみんなどんな感じなの？そうそう、だから男の人の前髪ってどこからが前髪なの？あ、ないです、ないです。前髪ありません、ないです。意識したことありませんだって。目の上。目の上。俺はまだ全然ある。だからどっからがさ前髪なんだろうっていつも。だからさ、菅原だったらさ前髪はさもうこっからなわけじゃん。うん、私もここだ、これここやん。でもさ、マジでこっからみたいな人いない？こっからみたいな。いるいるいる。え、なんかほぼほぼなんだろう、え、なんだっけ、つむじって感じ。もうさ、なくない？こういう頂点がさないからさ、分け目とかもあんまないからさ、なんか確かにもう、うん、どこ、え、どこって感じ。あ、確かに前髪意識したことないわ、男性の。すがらさ、なんかさ、うん、あの握手会のさ来るファンの人とかでさ、前髪どこなんだろうってめっちゃ思うんだよね。あとさ、自分がさ前髪とかをさ調べててさ、うん、なんか前髪ないわ。だからさ、男性ってどこが前髪なんだろうと思って。今さ、iPad あるじゃんか。うんうん、iPad にさ、昔のさ、うん、あの、ほんと2015年の頃の私と弟の写真があったんやけどさ。うん。くまさんの弟。え、あのね、ない前髪。なんか、こっからもうボワンみたいな感じ。でしょ？だからさ、いつもさ、どっから前髪あんのって思って、ね、気になる。え、さすがらインスタとかでさ、なんかカットする動画見たりするの好きなの。はい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 。え、それでさ、やっぱいろんな人の流れてくるからさ、と、なんかどっからどこが前髪なのって。え、わかんないねこれね。てかクマさんのさ弟の話するとさ、つい名前言っちゃいそうになっちゃう。やめて、やばいやばい。やめてやめて、言わんといて。ほんと危ない。よくないよくない、よくない。バラしたらマジもうほんとに終わり終わり。危ない危ない危ない、危ない。やめよう、忘れよう、今一瞬で忘れよう、もう違う話しよう。違う話しよう。今度じゃあみんなにどっから前髪なのか教えてもらえます？え、確かに前髪今日セットしてきたよとか教えてよ。うん、僕の前髪はこっからだよ。僕はこっから三角形を作ってるんだって。久しぶりにくまちゃん、僕の前髪ここから作ってるよって言って。え、前髪にさ、そのさ三角形みたいな定義とかあんのかな。え、あるのかな。確かになんか女の子はさ、もう本当に決まってるじゃん、もうこれが王道前髪だよっていうのが。そう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 。男性の王道前髪ってあるの？え、三角形の定義ある？なさそう。ねえ。ないよね。なんか、ブワンみたいな感じな気がする。なさそう。三角形がわからないって。三角形、こういうこと。この、ここから、こう。うん、ほら、三角形。触りもちょっと汚いけど。あ、三角形だ。ほら、こういうやつ。とってもわかりやすい三角形だ。これが綺麗な三角形。うん、こう綺麗に三角形にすると綺麗な前髪が作れますよっていう。今度トーク会で教えてください。教えてください、気になる。てかさ、トーク会でさ久々にポートメッセ行くことない？え、思った、ポートメッセめっちゃ久しぶりじゃない？なんかさ、もういつからかさポートメッセに行かなくなったじゃないですか。愛知エキスポばっかりじゃなかった？うん、あとどこだっけ、忘れちゃった。え、けど日本返しもめっちゃ久しぶり。めっちゃじゃないけど久しぶり。1年ぶりじゃね。ね、1年ぶりだね。やばって思うとすごいね。え、ポートメッセってことはあれじゃん、レゴランドが見える横から。うわ、レゴランド行きたい ね。レゴランド行ったことない私。だからもんな、行く。え、行く、休憩時間行く、行く、行っちゃう。合ってる、うちら。あ、合うかな、休憩時間。休憩時間いつも合わないもんね。え、そう、前回全然菅原友達っていうか、普段よくねおしゃべりする人がいなくて。え、今回でもほぼ一緒じゃない時間。ほぼ一緒だって8分まででしょ、
なんか一部だけ早いんだよ、多分。あの、先に始まるんだよ、まやちゃん。あ、ほんと？多分、そうだと思う。まやちゃんが一部だけ先に始まってて、うん。で、私が一部だけ遅く始まって、最後までいるパターンだから。うん。そうだから、ほぼ、一部以外合ってる。じゃあ、休憩時間一緒なのかな？一緒だといいな。全然合わないもん。だからご飯食べるときともかもさ、全然合わないしさ。なんか顔合わせることもほぼ、ね、なんか最初の挨拶だけ。そう、あ、ヤッホーみたいな。写真とかも撮ろうとかなるけど、写真撮りに行こうみたいな。やっぱさ、トーク会とかでさ、私服のさ、うん、写真を撮ろうみたいなのがあるんですけど、一緒に撮りに行こうとか言うけどさ、ん？結局合わないもん。そう、合わない。休憩時間が合わないから、そう、それもならない。全然合わないからさ、もう撮れたとしても、パパパパパってて。そう、もう一回って。うん、3、4、6、7、8だって、菅原。だよね、3、私4、5、7、8、9。合わないじゃん。結果合わないじゃん。あ、3、4。結果合わなくね？なんでいつも合わないんやろ。ごめん、全然。最初3部とかなんない？最初3部とかじゃなくて、もう2部やって3部って感じ。2部やって3部だね、菅原。わあ、じゃあ合わないじゃん、ちょうど。うん、バイバイ。ああ、バイバイ。寂しい。寂しい。あとなんかさ、菅原、一人なんか、仲いい人ともポツンと離れてさ、トーク会のレーンだからさ。今回のさ、レーンもさ、変わらないままなのかな？ね、どうなんだろう。菅原さ、近くにさ、もうここ最近のトーク会でさ、近くにさ、なんか選抜メンバーいた記憶ないもん。ほんと？めっちゃいるみたいななかったかも。今日私あれだったよ。一回、うん。私1連なのよ。うん。そのイメージある。1から8までいなくて。あ、2から8までいなくて。私1人だけだった時あったよ。なんで？その連逆になんであった？なんか本当に、ガラーンと隣ずーっといなくて。なんか本当にポツンと1連だけ浮いてた。なんで？なんで見てんだろう？逆に。不思議じゃん。だから、変わるんかなと思って、どうなんだろう？わかんないけど。なんか、基本的になんか、まあ、そんなありがたいことにさ、並んでくれるからさ、なんか、あ、その、あんま休憩時間とかが、まあ、トーク会中ないんですけど、うん、なんか、一緒に行こうみたいな感じでみんな行くよ。菅原はさ、その仲いい人たちとさ、いつも離れてるから、あ、菅原こっちなんで、みたいな。そう。みんなさ、すぐ、もう、早急に、バイバイみたいなさ、感じになることとかがさ、多いし、ちょうど、なんか、楽屋の、なんか、入り口が、なんか、2個あったりするときある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 。端っこね、一番ね、近い入り口と、一番、まあ、20番レーンもあったか忘れたけど、20番レーンに近い方の入り口みたいなのあったりしてさ、大体さ、それの下から真ん中ぐらいにさ、楽屋座ってんの。うんうん。座ることが多いからさ、みんな右行くけど自分左みたいな。まさにそれ。めっちゃ多い。ずれてるから、多分そうなんだけど、ずれてなかったら多分一緒の方向だと思う。じゃあ。まあ確かに。もう本当に、いつも一緒に入っていくけど、バイバーイって言ってすぐ解散みたいな。確かに、くまさんすぐ近い。ね。すが、めっちゃ遠い。そう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 。めっちゃ遠いのに優雅に歩いて行ってるからさ、ごめんねって。ファンがいるからいいじゃんだって。じゃあもう楽しみにしてます。なんかさ、これ菅原だけなのかもしれん。たぶんさ、ファンの人はこの経験したことないからだけどさ。なんかさ、菅原さ、自分のさ、例に来てくれる人にはなんかあんま人見知りしないんですよ。うん。自分に会いに来てるから、この人は自分に好意があるからみたいなさ。うん。だけどさ、でさ、とかこうやって手振ったりするけどさ、自分の例が終わった後以外にさ、もう最近、なんかもう下向いて歩いてる、ずっと自分の楽屋に帰るまで。けどなんかめっちゃわかるんだけどさ、なんか、うん、例えばさ、うん、たまにさ、あの帰る時とかに手振ってくれてる子いるじゃん、うん、ファンの人とかも、うん、なんか自分なのかそれとも違うメンバーなのかわかんなくて、
なんならもうもはや女の子に特に多いんだけど、女の子がめっちゃ手振ってくれると、うん、え、私女の子に手振られてるのかな、振り返していいのかな、けど私じゃないような気もするけどなっていろいろ考えちゃうんで、うん、だから、あみたいな、なんかこうやるんだけど、これ合ってんのかなって思いながら。でもさ、もう合ってなくてもさ、ファンの人はさ、手をさ、あるやん、自分に振ってくれてるってなるから。まあ、すがらさ、申し訳ないけど、マジでこうさ、もう自分のさ、ファン以外の人さ、以外になるともう、シャットダウン。めっちゃ、シャットダウンしちゃうからさ、なんか、なんか見られてるみたいな。視線感じるけど。そう、でもちょっとやだなと思って、めっちゃ、シャットダウンして。すがらが一番、苦痛って言い方は良くないんだけど、楽屋に帰るまでこの前苦痛だなって思ったのは、埼玉スーパーアリーナ、うん、あれ何、埼玉スーパーアリーナ、あそこマジ距離長くて苦痛だった、楽屋に帰るまでめっちゃ長いよねあそこ本当に長くてさ、なんかさ本当それでこそ一番端っこのさ一番レーンぐらいにさ、なんかよくわかんないけどさ、たなんか後ろとかにさこう溜まってる人とかもさいるんだけどさ、怖いって怖いと思ってさ、もうずっと下向いて歩きながらだから、いやなんか本当に自分のファンの人だったらなんとも思わないんですよ、だから自分のファンの人にしか手振ってないんですよ、だからなんかそれいつも最後の終わった後に一番最後の目で最後まで楽屋帰るまで手振ってるんですけど、それはさすがに自分のファンの人に向けてさって振ってるからさ、うん、なんとも思わないけど、それ以外の連はさ手振ってないからさ、はいはいはい、下向いて、だけどすごいガン見されてる感じがして下向いて歩いたりする。いや私本当に最悪なこと言ってもいいですか。うん、本当にごめんなさいだけど歩くじゃん、うん、自分のファンの人がさ他の連行ってるの気づくじゃん、うんうん、多分さ、なんか、わかる？あの、バレたくない人と、うん。あ、バレちゃった、睨みが来てほしいなっていう人と別れるわけよ。うんうん。で、結構、バレたい人は、目線を送ってくるのね。うんうん。歩いてるときに。目線すごく伝わるんだって。で、あの、自分のファンの人が言ってるっていうのも見えてるの。で、けど、やっぱり、プンプンってなっちゃうから、うん、目線感じても見ないようにしてもう嫌だって、怒った怒った怒ったもう構いませんよ、多分目合って、あ、バレちゃったっていう、ちょっとそのふざけがやりたいんだろうなっていう視線を感じる、そういうキャラの人なんだろうなって分かってるんだけど、もういやもうあえてもうここはもう見ない、私はもう見ないからねって思いながら見ないふりをして帰っていくかわいい、みんなやっちゃうんじゃない？あくめちゃん見て、これ本当見てんだろうなって。そうだよ。見てるかもしれないけど、もうあのあれだよ。うん、怒ってるから。結局こプンプンだよ。だよ。平気なタイプだけどだって。すがらはもう下。下向く。かわいい。アイドルやん。アイドルなんかわかんない。ただの重い女かもしれない。すがらもそうやりたいわ。でもなんか本当にもう無理だもん、すがらもうガチで無視だもん、ガチでガチで無視しちゃう、その他のレーン行ってる時とかは、いやもうあっていう顔するけどすぐ目覚めそうなるよね、もうなんか、うん、あ行ってるんだってなる、でその後レーン来たらさっきいたよねってなるね。そう、なんかもう対応、その帰り道の対応がめっちゃいつもこもう困る、すがら、うん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 、なんかけっってやればいいんだけど、なんかできない、なんかすがらっぽい、すがららしいよ、できない、できない、人見知りっぽい感じがめっちゃ出ちゃうの。帰り道めっちゃ出る。なんかさ、ファンの人もさ、なんかさ、菅原たちはさ、マスクしてないじゃん。うん、でも、あっちはマスクしてるけどさ、こう、ガン見するわけじゃん。うん。
なんかさ、どういう表情で見てんのって思うわけ。あー、はいはいはい。とか考えて、そしたら何もできなくて、いつもこと。わかる。埼玉スーパーアリーナは余計に長いから迷う。もう、そうなん、どうすればいいんだろう。だからたまにちょっとスタッフさんたちがいるとちょっと安心する。あのさ、なんかさ、若干さ、その、なんていうの？後ろで通ってる時にさ、手振り返すとするじゃん。うんうん、なんか すごい、あの、嬉しいしさ、手振ってくれるのは。で、あの、振り返すと笑ってくれるのかなって思うと嬉しいけどさ、そのレーンで握手してる子の気持ちを考えるとさ、そうそうそう、そうそう、もうできないよね。できないよね。なんか、あ、なんか自分のレーンに並んでるのに他の子見てるんだとか思ってる、思っちゃう。そう、じゃん。そう、もうさ、最初はさ、なんかファンの人さ、あの、入りたてってさ、わかる。うん、自分のこと知ってほしいからさ、アピールして手振ったりするけどさ、だんだんさ、こう自分たちもちゃんとさ、なんかさ、自我が目覚めるわけで。でさ、なんか、わーってなるわけじゃん。うん、だからさ、そう経験してってさ、わかるじゃないですか。そう。だから経験していくと、どっちも気持ちがわかるから、そう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 、どうしようってっていう戸惑いが生まれる。なりますよね。めっちゃわかるわ。でも本当神対応できたらいいんだけどな。そのあやちゃん神対応だよ。帰るまで神対応したい。あー、大丈夫。でもなんかさ、やっぱ昔にあるさ、やっぱ手振ってもさ帰ってこない時とかってあるじゃないですか。みんなもさ、え、自分にしてんのみたいな。なんかそれもあってさ、なんかどうしようえ、でもなんか、たま、最近思うのは、なんか自分のレーンにさ、いる人にアピールとか、後輩とかがさ、アピールしたりするとするやん。うん。なんか、あ、先輩になったんだなって思いません？あ、先輩なんだって思う。自分って先輩なんだなってなる。その時に。めっちゃ思うもん。けどさ、めっちゃ笑ったのがさ、なんか、あの、そういう時は先輩だなって思うんだけどさ、うん、なんていうの、一回何期生か忘れちゃったけど、何期生かが入りたての時に、うん、あのメモを持って後ろで見てたことがあったよね。確か何期生だったかな、何期生だったかな、忘れちゃったけど、多分8、9、10のあたり、どこか8、9、10のどこかだと思うんだけど、9っぽそう、9かなって、後ろでこうやってメモ帳持ってこうやってメモってるの。うん。で、あ、めっちゃ勉強してくれてるんだ。先輩になったなって思うやん。うん。いや、すごいなんか嬉しいなって思うんだけど、私の後ろにだけは来なかった。大丈夫、絶対菅原も来てないから。だけど、あの、あかりさんの連の隣なの。うん。その隣がソーダちゃんとかだったの、多分。うん。うん。だから、でもね、今から握手会のプロなのよ。あ、もう、なるほどね。釣り師二人に挟まれてたのね。そうそうそう。で、来てるって思って、え、来るんかなと思ったら来ないで終わって、あみたいな。だから、須田さんでみんな一回さ、見物するわけじゃん。そう。勉強して、くまちゃん来るかと思いきやそうだね。来ない。だから、あ、おーって思いながら、ちょっと横、後ろ、ちょっと目線送ってたんだけど、あれ来るか来るか、あ、来なかったみたいな。で、隣の須田さんになる。大丈夫。あのさ、これからあれじゃないですか。何期生次？11期生か。11期生、まあ、いつ入ってくるのか知らないけど、うん、11期生にはきっとちゃんとスルーされずに、見学してもらえるよ。ほんと、そうだね。けど、見学されるのも嫌なんだけどね。あの、話を聞かれるって一番結構恥ずかしくない？でも、菅原、見学されたことないからさ。私もわかんないけど、なんかさ、わかる？あ、こんなこと話してるんだ。例えばさ、結構さ、こういう、積んでも、握手会になると、ちょっとたまに甘い言葉を言うとするじゃん。うんうん、あの先輩いつも積んだのに、あ、こんな甘い言葉とか言ってるんだとか思われたら恥ずかしいと思って。確かに。でも、菅原、スタッフさんと、だから菅原は、なんかスタッフさんが後ろにいることの方が多かったんですよ。あの、後ろでしょ？そう。メンバーよりも、スタッフさんがいることが多くて、で、菅原基本的に、レーンして、あの、トークしてるときめっちゃ足癖悪いんですよ。
うん、ね、うん、うん、あるね。で、めっちゃ悪くて、で、それで、あ、この態度見られてるんだろう。前からは、前から見ても、あ、多分ファンの人、あ、片っぽ足ないから、柵の上に足乗せてるんだろうなって。うん、多分思うけど、あ、もうガチのさ、もう全てを見えてるわけじゃん、スタッフさんには。はいはいはい。なんか、うわ、これ見られてんだ。めっちゃ嫌だなって。このガチのやべえやつ見られてんだって思うけど、やっぱその姿勢が一番トークしてて、なんかやりやすいから。うん。でも、やっぱあんま見ないでほしいよね。いや、本当に。本当に、それね。見ないでほしいよね。いや、本当。あの、究極に本当に恥ずかしかった時は、剥がしが同級生だった子。めっちゃわかる。え、どっちがいいんだろうね。え、どっちがいいんだろう。え、どっちも嫌だな。スタッフさんが同級生だった時。わかる。めっちゃわかる。もうなんか、あ、どうも、と思いながらも。けど、喋っちゃいけないじゃん、あまり。うんうん。喋らないんだけど、あ、多分これ聞かれてるんだろうな、と思いながら。同級生気まずいね。ね、びっくりした。やっぱあの、あれだよね、愛知県だと、やっぱ愛知県だからさ、うん、出身が。あるね。そういうことがあった。今はもうないけど、多分、うん、もう学生でもないから。でも、菅原も宮城の握手会、何回か昔あったじゃないですか。うんうん、あったあったあった。その時に、同級生はないけど、後輩がめっちゃ多くて。うん。剥がしとかしてる後輩がめっちゃ多くて。うん。もうマジで気まずくて。なんかさ、同級生も同級生で気まずいんだけど、うん、後輩がめっちゃいて、うん、その時、うわ、気まずっと思って。うわマジかって。久々にさ、やっぱさ、その後輩たちを見てさ、うわ、もうなんかさ、アイドル、な、絶対あんまいないだろうなって思って。うん、だけど、うわ、久々に再会したの、した、再会して、で、なんか、隣に、なんか、二人ぐらいあったんですよ。うん、で、こっちに菅原がいて、もう一人も違う後輩の子で、うん。で、どっちもいたんですよ。隣も、その、地元の後輩がいて、剥がしに。うん、うわーと思って、うん、めっちゃ嫌だと思って、うん、もうこのレーン絶対嫌だと思って、すぐスタッフさん、すいません、この剥がし、同級、あの、後輩なんで、ちょっとやめてほしいです。頼みました。もうちょっと耐えられないんでって。ん、耐えた私一日。菅原は耐えれなかった。それもさ、どっちもいたの。どっちもどっちもきついね。けどもう逃げられないのよ私。うもうだから嫌だと思って、この後絶対に、うん、あの先輩しっかりアイドルやってたねとかさ、めっちゃ言われるんだろうなと思って、終わった後の話の会話にされるかと思ってめちゃくちゃ嫌で。確かに。絶対嫌だと思って。すがら耐えられんと思って。すいませんって。囲まれてるんで。だって想像するだけで怖いわ、ちょっと。そう、めっちゃ。なんか、まだ一人だったら、まあ一人でも嫌だけど。でも二人はいると思って、隣に。ああ自分のレーンと、その隣のレーンで、もう耐えられないと思って、うん、気まずさの塊だった。いや、やば。超気まずい。でも後輩ちゃんだしね。そう、後輩だった。ああ、挟まれとるのやばい。もう嫌だった。なんか、え、試されてるのかなって一瞬思ったよね。こんな後輩って。めっちゃ、けどそうだよね。地元だとそうなるよね。そう、だからでも、佐久間さんたちの方が確率は高かったわけじゃん。そう思うとそんなに合わなかったっていうのはすごいな、逆に。逆に ?1 回2回ぐらいだから。でも2回も経験してんのやばくない。なんか自分の連だったっていうのは1回だった。あー、なるほどね。他にいるっていうのが、1、2回あるぐらいで。なんて言うんだっけ、あそこでさ、バイトする人たち。けどなんか、コンスタみたいな。ん?コンスタっていうの?ああいうバイト。なんかあれだよね。コンスタ。そうそうそう。そうだよね。なんかそれ、よくやっぱさ、自分のさ、なんか、
同級生とかめっちゃやってる子が多かったんですよ。うん、だからやっぱ会う確率って高いんだなと思った。高そう、めちゃくちゃ高いんだろうな。結構やってる人多かったね。多かった多かった。なんか知らない間にいたんだよその日っていう話も聞いたりとかしたり。イベントスタッフだ、めっちゃ多かった。そう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 、あったあった、そんなこと。懐かしい懐かしい。けどさ、なんか自分がもしバイトだったらやってみたいなって思っちゃう、うん、やってみたい。どうする？もうさ、自分がさアイドルやめてさ、まあ、ちょっとバイトしてみたいなと思ってさ、うん、そういう剥がしのバイトしてさ、クマさんの霊にすがれたらどうする？めっちゃ笑うわ。なんならずっと喋っちゃうかもしれない。うん、ファンの人とちゃんとしてって言っちゃいそう。言われそう言われそう。ちゃんとやってって言われる。クマさんちゃんとやって。はい、お時間です。めっちゃ面白い。どうするじゃん、私がマヤちゃんのところに行こう。エクマさんと3人で会話する。絶対楽しい。絶対楽しいよね。でもめっちゃ目つけられると思うね。あの、多分もう首というか、帰ってもらっていいですか、うん、って言われそう。もう大丈夫です、今日はい、もうこれだけなんでもう帰ってくださいって言われそう。けどやってみたい。バイトするなら何やりたい？バイトするならウーバーイーツ。うわー、いいね、やってみたい。ウーバーイーツやってみたい。だって運動できるしさ、届けるの楽しそうじゃん、うん、いろんなお店知れるしさ。確かにそれは知れそう、ね、美味しそうなご飯屋さんを知れそうだなって思うのと同時に、やっぱなんか早く届けられなかったらどうしようっていう不安もあるよね。うん。やっぱあの時間大事だからね。うん、でもどれだけ丁寧に早く届けられるかっていう。うん、でもマンヤはパン屋さんに合いそう。でも菅原最近なんかさ、うん、結構昼夜逆転してるんですよ菅原の生活。うん、まあ、してる、うん、まあ、してんのよ。うん、してるからなんかさ、もうパン屋さんって極端に早いじゃん。早い。だからもうパン屋さんのバイト向いてそうだなと思って。確かに起きてる時間に。そう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 。で何時に終わるのか分かんないけど。けどパン屋さんだったら早いんじゃない？本当に専門店とかだったら。めっちゃ早いじゃん。だから、うん、そういうの考えたら、あ、パン屋さんのバイト向いてるかもって。確かに夕方とかに終わってそう。遅くても7時とか。そうそう、だからそれがめっちゃ向いてそうだなって勝手に思った。あー、いいじゃん。パン屋さんいいよね。パン屋さんの匂い大好きなのね。わかる。だっての、わかる。めっちゃ好き。そしてそんな私はパンが今めちゃくちゃ食べたくて、明日ちょっと珍しく早起きしてパン買いに行こうかなって思ってる。よういけるね、頑張ってね。絶対行かないと思う私、けどこう言っときながら。早起き苦手だもん。いけるよいける。菅原んちにウーバーイーツしてよ。ん？待ってね。顔そっくりって書いてある。綺麗。めっちゃ綺麗。顔そっくりってさ、全然言われなくない？あの、ローマ字で顔そっくりって書いてある。かわいい、ローマ字。かわいい。けど、ちょっと、ウーバーもやってみたいし、パン屋さんもいいね。そう、パン屋さんいい。あと、焼肉屋さんがいい。わぁ、焼肉屋さんいいね。まかないで美味しいところ行きたいな、じゃあ。そう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 。冷麺食べる。わあ、いいね、いいね。わあ。けどさ、なんか焼肉屋さんでもさ、なんかこじんまりとした焼肉屋さんがいいな、私。個人経営がいい。そう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 。個人経営のお店でバイトしたい。やってみたい。飲食店だったらそういうところがいい。うん。カフェとかも、ほんと個人経営してる。何がいいかな。だからカフェいいな。なんか本当に知ってる人しか知らない、こじんまりとしたカフェ。か、菅原は、なんか、あの、いい感じのご夫婦がやっている、なんか定食屋さんとかでやりたい。わあ、いいね。まかない目的。わあ、いいね、いいね、わかる。
ね、家族並みに仲良くなって、そう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 、なりたい。え、いいな。いいね、それも。楽しそうだな。っていうのをやりたい。あ、やりたいかもしれない。いいね。でも、最近友達がやってたのが、うん、なんかバレンタインの販売員、うん、をやってて、うん、そっか、バレンタイン、なんかその短期のバイトだけど、そのバレンタインは。うん。あ、でもそういう短期のバイトもやってみたいなってめっちゃ思った。いいじゃん。クリスマスサンタの格好で。え、ケーキとか、え、絶対寒いって分かってるけどやってみたいってめっちゃ思う。けど、一回人生で経験はしてみたいって思う。確かに。やってみたい。めっちゃ思う。ケーキをその場で売ってて、みたいな。そうそうそう。ケーキクリスマースとか言って。ケーキ売ってます、みたいな。めっちゃやってみたいです。あ、分かる。そういうなんかイベントごとのやつやってみたいなって思う。うん、てかバイトはマジでしたことない、一回もしたことないから、うん、ないわ。バイトは何でもいいからすごいしてみたい。わかる、やってみたい、一回やってみたい。本当にさ、あの職業体験とかのさ、やりたい、職場体験やりたい、学校のやつね。そうそう、そういうのしかやったことないからさ、やりたい、やりたい、バイトしてみたい、一回めっちゃしてみたいね。うわー、バイト。サンタの格好してケーキ売るの割と切ないよ、だって。え、でもやってみたいんだよね。え、やってみたい。でさ、多分さ、やったことないからさ、うん、何でもさ、楽しそうって思っちゃうんだよね。あ、めっちゃ一時期憧れてた。神社のバイト。お正月にさ、みこさんのやつとかさ、めっちゃ憧れてたっけ。めっちゃ憧れる。あれもうできないでしょ。だって若いよね、結構。そう、若いよね、あれ。なんかさ、あったよね、学生さんとかじゃない、ほぼ無理だった、もう無理だよ。うわうわ、メンバーってバイトはできないの？できないよ。やっていいならしたいんだけど。そう、できないんですよ。だから憧れるんです、めっちゃ。めっちゃバイトしたい。めっちゃいいね、したいな。うわ今何のバイトしようって考えてた。デパートでお中元、お歳暮の短期販売バイトやってたけど、やっぱ短期バイトってさ、時給いいのかな、いいのかな。けど全然さ、イベントの日とかにバイトとか全然苦じゃない、私。やってみたい。やってみたいよね。なんかさ、ちょっと今は分かんないけど、今ってあんまさ、もう、声出すさ、バイトなくない？このご時世だから。何のバイト？声出す。あ、ない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 、うん。だから今やりたい。今バイトするなら今したい。あ、確かに。今ちょっとあれだ、ご時世だから声出さなくていいからさ、喉潰れることもないし。わ、SKE カフェやってマスターっていう方がいる。ええー。けどさ、SKE カフェとかさ、制服とかも可愛いからさ、楽しかったかもしれない。確かにね、いいね。いいね。やってみたい。やってみたい。サッカースタジアムのバイト楽しかった、だってよ。え、いいの、うん、どんなことするの？あれやっていたさ、野球の時のさ、あのビールの売り子、うん、でも絶対あれしんどくない？絶対重いよ。だってめっちゃ重いって、ビールとポップコーンと。めっちゃ持つじゃん。で、めっちゃ待ってさ、超歩くわけじゃん、階段。あの、ビールをうまく絶対できない、私、あれ。ね、すがらも絶対できない。こぼしちゃいそう。ビールの売り子やってました、だってよ。え、すごいね。ほんと尊敬する。絶対重たい。無理だよ、できないもん。ね、重そう。え、じゃあ何がいいかな？あと何があるかな？何が向いてるかな？けど、サーティワンのアイスクリームやってみたいなと思ったけど、めっちゃアイスクリーム、腱鞘炎になるみたいな。そう、痛そう。筋肉めっちゃつきそう。でもなんか、楽しそう。うん。私は31大好きだからさ。スガラも大好き。だからめっちゃやってみたいなというのはある。なんかさ、お寿司屋さんとかでもバイトしてみたいなって思ったんだけど、うん、お魚の匂いってさ、ちょっと嗅ぎすぎちゃうとさ、ちょっと気持ち悪くなっちゃうじゃん。あ、はい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 。スガラはそうなんだけど。だから、嫌い、好きなも食べ物が嫌いになっちゃうなって思って、お寿司屋さんでバイトはできないなって思った。確かに。行く、たまに行って食べるから美味しいんだよね、またそういうのね。うん、え、USJ とか夢の国でバイトとか。やったー！めっちゃやりたいな！めっちゃやりたい！一回やってみたい。
言とかないのかな。やりたいやりたいやりたい。え、もう何でもいい。お土産屋さんでもいいし、ポップコーン屋さんでもいいし、もう掃除する人、掃除する人もやりたいし、何でもいい。やりたい、ポップコーン屋さんやりたいな。何でもいいからやりたい。いいな。めっちゃやりたいな。けど、ただシール、誕生日シールに絵描いてくださいって言われたときは絶望的よ。確かに練習しとこ。何か、うん、練習しとかなきゃ。そうだよね。いいな。やばい、夢の国は結構狭き門らしいね。絶対そうでしょ。大変そう。厳しいイメージあるよ。うん、超厳しいイメージある。うわ、入り口の人でも本当やりたい。なんかあそこのあのん？ネズミの国でバイトしてた人は普段から有名な人でしたっていうコメントが。そういう感じなんだと思って。でどうしたんですか、ごめんなさい。あの空気をずっと毎日吸えるって思うと、うん、なんか幸せな気持ちになれそう。確かに。USJ ユニバのさキャストさんってどんな感じなの。なんかそれから1回しか行ったことなくて。ユニバ？そう。え、意外。1回しか行ったことなくて、ディズニーは何回かあるけど、ユニバは全然行ったことなくて、1回しかなくて、その時がもう何年前とか、もう5年前とか、そんぐらいかマジで記憶なくて。どんな感じなの？それは行こうよ。ディズニーとまた違う？なんか、けどユニバはなんか映画とか見てると本当に楽しいと思うって感じ。だから、私もハリーポッターそんなに見てない人だから、うん、全然わかんないけど、けどなんかハリーポッターを見てる友達とかと一緒に行くと教えてくれるわけよ。こういう、こういうシーンがあって、こういうところで使われてたやつだよとか教えてくれると、面白いって言って。そりゃ映画見て好きなものだったら絶対楽しいだろうなって。目の前にあるんだもん。行きと。めっちゃいいと思う。けど私、バックトゥザフューチャーがめっちゃ好きなのね。うん。それがあった時はめちゃくちゃすごくテンション上がった。うわーってなる。行きたい。マジで遊園地全然行ったことないから。長島とかはもうあるけど行きたい。そんな行ってない。うーん、多分全部合わせても両手で収まるぐらい。あー、自分がそのテーマパークに行ったことある回数が。なるほど。え、行こうよ。いつか行きたいよ。行きたい。行こうよ。行きたい。ユニバーはずっと行ってみたいなって思う。ね。行こうよ、それはもう。え、ね、けどジブリパークできるじゃん。楽しみ。めっちゃ行きたいんだけど、すっごい楽しみ。ニンテンドーエリアのマリオの世界観すごい。だって行きたい。マリオね。富士急も行ってみたい。富士急一回しか行ったことない、私。行ってみたい、富士急も。お化け屋敷は絶対やだ。行ってみようよ。うん、絶対やだ。なんか、お化け屋敷さ、なんか、すごいいろんな話を聞くんだけどさ、弟から聞いた話だとさ、うん、なんかみんなと一緒に行くけど、結局なんか一人ずつになるみたいな。え、なんで？え、わかんない。え、だから、それが本当なのかどうかわかんなくて。どういうこと？なんで一人になっちゃうの？え、なんか一人になったみたいな。え、怖い。やだ、一人は絶対無理と思って。やだ。どうなんだろう、行った人いないの？なんとか迷宮はやばいって、なんて読むのか分からん。千。富士急のお化け屋敷。千。なんて読むんだろう、これ。ああ、男性だと一人ずつかもねって書いてある。千立迷宮だって。ええー。え？やばいのかな？なんかけど、コメントで、男性だと一人ずつかもねって書いてた。女性だと一人か二人になっちゃうよ。だって。なんで？てか、富士急のお化け屋敷って40分ぐらい出るまで。めっちゃ長い、めっちゃ長いの。え、なんで？そんなところ一人で痛くないよ。あ、でも言ってる人もいる。ほんと怖かった、だって。え、でもほんとにやばいって聞くもん。え、なんかさ、もう、で、お化けが、やば。出るみたいなさ、聞いたことあるよ。え、うん、私も聞いたことある。
ガチで、ガチだっていう。え、誰かいないの？この中に。え、行った人いないの？逆に。なんか急に固まったんだけど。え、何？え、なんでさ、一人になっちゃうんだろうね。男性は、なんで一人になるの？こんな時にミラーボールパッて出たからびっくりしちゃった急なタイミング。え、カップルも別なのかな、わかんない、どうなのかわかんないけど。怖い。あ、テロポジが始まったって。テロポジ見てくださいあ、見てください。テロポジ見てください。なんでだろう、お願い。一人だったらいけないから無理だ、ね、え、怖くない？絶対嫌だって思っちゃった。一人は無理だよ。一人になった瞬間もう立ち止まるもん、無理ですって言って、じゃあいいです、帰ります。帰れないって、脱出できる途中まで行かないと。うん、もう並んでる時点でもういいですって。一人だったらもういいですって。いや、え、待って、富士急、大学富士急の隣ですが、行ったカップルはみんな別れたよ、だって。やっぱよかったね、よかったね、うちら付き合ってなくて。よかった、うちら付き合ってなくてよかったわ。別れるところだった。危ねえ。危な。うちら付き合ってなくてよかったわ。もうだってクマさんと言ってたらお別れしてたって、付き合ってたらもうお別れしてた。そうだよ。よかった。クマさんと付き合ってなくて、マジ破局するところだったわ。危ねえ、危ない。危な。いやー。よかった、よかった。行ったことあります。一人か二人。なんだ今言っちゃった。友達と行ったらさ、そのさ、あれとかなんないよね。絶交とかなんないよね。大丈夫？カップルは別れる可能性があるって言ってるけど、友達はどうなの？大丈夫？え、けどやっぱり、一人か二人にさせられるって言ってた。やだ。やだやだ。でも複数人で行ったよっていう人もいるよ。あ、ほんと？で、これ、どっちが本当なのかわかんなくて。え、だからだ、男性は一人にさせられちゃうんじゃない？あ、男性グループは一人にさせられて、みたいな。そう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 。なるほどね。女性だったら、みたいなの、あるんじゃないの？女性は一緒に行っていいよ、みたいな、優しい感じで。でもで。どうする？友達で行ったらさ、絶交するとか。え、もうそれは怖いわ。あ、なった。よかった。うかんくてよかった。わ、よかった。よかった。うちら友達じゃなくて。あ、待って、行ったけど結婚したよっていう方いるよ。おめでとう！おめでとう！昔バンドメンバーで言ったけど、音楽性の違いから何なんだろう、何て書いてあるんだ、わかんない、解散してしまったのかな。なのかな。やばい、うちら方向性の違い出ちゃう、もしかして。出ちゃう、出ちゃう、ここで別れが来ちゃう。やばい。今さ、友達で絶交するってなったらさ、うちらメンバーだしねって言おうとしたけどさ、あ、バンドメンバーって出たから もうやばいやばい。なんていう関係性で言ったらうまくいくんだろう。うわ、やばいぞ。でも行ってみたい。やだよ、絶対入りたくない、私もう。もうどうせ別れるんだったら、もう本当に行きたい人どうぞってなるわ。何？もうまやちゃん行ってきていいよってなる。だったら菅原も離脱するよ、リタイアするよ。もうリタイアまで行くのが無理。わかる？この途中まで行くのが無理。お化けに会っても男見せられれば別れるかどうか変わるんかな、だって。だから、あれなんじゃない？別れちゃったりするんじゃない？ね、怖すぎて自分優先しちゃって、みたいな。ああ、なるほどね。なんかさ、あれあるじゃないですか。その、男性に守ってほしいみたいなさ、女性の、女の子の声、乙女心みたいなのが出ちゃうんじゃない？それで、自分を置いて行っちゃったとかで、別れたりしちゃうんじゃない？やだなー。うわ、行きたいね。行きたくないね。行ってみたくない？行こうよ、一緒に。お化け屋敷は絶対嫌だ。マジで怖い。本当に怖い。もう動けないもん。だから、ユニバーサルのお化け屋敷何回か入ったことあるのね。これはどうださ、った？スクショゲームしてる？
めっちゃ今うまかったよ。誰が？あれ今めっちゃ止まったのはわざと。何止まってたって普通にコメント見てましたよ。あ、そういうこと、うん、そのユニバの、うん、そのお化け屋敷入ったことあって、うん、ホラーナイトの時、うん、で入ったことあるんだけど、うん、ガチで怖すぎて、うん、あの目の前の人のリュック掴みながら歩いてた。入るときに、うん、もう友達は後ろに行ってもらって、うん、で前にいる人たち知らない人なんだけど、すいません掴んでいいですかって言って。前の人のリュックス掴んで、で友達に後ろ守ってもらって、真ん中もう陣取ってこうやって下向きながら行った。知らない人マジで困るじゃん。早く行きたいのにさ、後ろがさ、後ろが遅くてさ、本当にだから前の人たちが優しい人たちでよかった。全然知らない人だよ。知らない人とで、うん、最後にあの出て、あ、お疲れ様です、うん、みたいな、よかったですね、うん、って、最後までゴールできてって言って、ありがとうございます、すいません、リュック掴んじゃってみたいな、ちょっと一生生まれて。やば、かわいい。マジ怖かったもん。じゃあさ、もしさ、一緒にお化け屋敷行ったらさ、もうさ、横並びにしよう。一列は、一列禁止だよ。ダメだよ、ダメだよ。平等に行かなきゃ。え、ガチで無理。じゃあ、お化け、ナッキーさんと行くわ。ナッキーって言って、うん。平等に、絶対にタニピとかと行ったら、絶対タニピ後ろに行くから。うん。タニピとは行かんとくわ。タニピは多分行かないと思うし。行きたいって言っても、タニピは絶対に後ろに行くから、ちょっとやっぱちゃんと横並びにいてくれる人と行くわ。で、カマちゃんにして、うん、もうそれは。カマちゃんだったらいけると思う。笑ってると思う。ナッキーさん。てか、カマちゃんとも一回入ったことあるんだけど。カマちゃん、私下向いてるの大体見てないの。お化けをもう。うん、怖すぎて、うん。で、音とかでびっくりしちゃうんだけど、これ掴むじゃん、カマちゃんを。掴んでると、カマちゃんが、うわーって言って、めちゃくちゃ驚くから、それに驚いちゃう。逆にさ、何も見えてないから怖いんじゃない？いや、怖い。けど見えてても怖い。でも見えてる方がさ、対処しきれることない？あ、なんか、あ、ここにあるからこれ来そうとかさ、できるじゃん。え、けど来そうっていうその思いが嫌だもん。でもさ、これ見てたらさ、ずっと、え、くる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 って思いながらさ、やらないといけないわけじゃん。もう下向いて、森のコマさん歌ってる。で、そっちの方が怖くない？でさ、来てさ、ここでさ、なんか意味わかんない、びっくり来て、ここもびっくり来て、ダブルパンチじゃない？だけど顔見たくないもん、お化けの。もうお化け屋敷入んなよ。いや、いつも私入らないで行くんだよ。入らないで行くけど、だいたい周りがみんな好きだから。だから、二人で友達と行くときとかに、好きだから友達が入らないっていうのも、あれだから、私下向いてていいなら入るよって言って入ってくる。なるほどね。ガチだけど怖い。もう最後挟まれたときとかもなんか。どうすればいいみたいな。本当に。だから私と入らない方がいいよ。お化け屋敷マジで。うん、入らない方がいいと思う。手に入らん。多分進まないと思う。え、本当に。でもさ、お化け役やってる人とかもさ、人間だからさ、うん、そこ怖くなくない？え、怖いよ。え、でもさ、てか、お化け屋敷の人、え、それでこそさ、富士急のさ、お化け屋敷ってさ、人がやってんの？それともさ、なんか機械とかそっち系？人。でもその人、一番怖くない？一番怖いと思う。だからさ、本当にすごいと思うもん、私。その人が一番怖いよ。あのさ、怖い、暗い雰囲気にずっと一人でいないといけないわけでしょ、うん、え、無理って思っちゃう。もうさ、仮にさ、ガチでさ、お化けがいたとするじゃないですか。うん。いてさ、もうめっちゃ霊感強い人とかだったらめっちゃ嫌じゃない？嫌だよ。絶対嫌だよ。え、なんなら本当にさ、本当にあれじゃん。見たことあるっていう人絶対いると思う。なんなら。そういう。え、聞きたいもん。なんか富士急でお化け屋敷やってた人は、見たことあるのかどうなのかって。やってほしい。なんか番組か。へぇ。けどさ、本当見える人見えるじゃん。うん、え、なんか見えてる気持ちがわからないからどうなのかわかんないけどさ、けどなんか
私の友達とかはさ、うん、結構見えるっていう人でさ、行ったことある？ん？行ったことある？その友達。え、そうだから普通に、あ、気分悪いとかなる人なる時あるもん。え、だからガチで怖くなるから本当に怖いねみたいな。怖いね、確かに。だから本当に、あ、見えるのかなって思っちゃう。けどあのメイクさんとかも気分悪くなるじゃん、霊感ある人。わかる？いや、あのショートの人。そうそう、ショートの方。え、だからお化け屋敷のなんか番組みたいなのやってた時に気分悪くなって。誰かから聞いたわ、その話。うん。え、そう。怖いね。お化けって怖いね。ね。怖いよ。怖い。ゾンビは見れるけど、お化けは見れない。逆ないよ、マヤちゃんと私。ゾンビ見れないよ。ゾンビは全然見れるのよ、映画とか、ね。見れないのに、この前ほんとゾンビドラマが気になりすぎて、なんか最終回、最終話だけ見た。受けるんだけど、それ。最後どうなったのか、ちょっとやっぱ気になっちゃって見た、早送りで。めっちゃ不思議。それが受けるよ。めっちゃ不思議。ほんと不思議。ゾンビは全然。え、なんかさ、これ、この前さ、友達と話してたんだけどさ、うん、ゾンビが現れるってするじゃん。うん、あのショールームでもさ、この前一人の時話してたんだけど、ゾンビが現れたとして、うん、自分は最後まで戦って逃げるか、うん、それとも諦めてやられるか、どういうタイプだと思う？え、すがら戦いそうじゃない？だって行きたいもん。え、じゃあ、たとえ、私たちとか、うん、親とかがゾンビになったとしても、一人になったとしても戦う。戦わないかも。なんかそこになるとちょっと迷わん？なんかさ、最初は行きたいから戦うけど、本当に大切な人たちがみんなゾンビになってしまったら、生きてる意味あるのかなってな。生きてる意味ない。そうなっちゃうとなんか諦めに入ってしまうかもしれないっていう。なんかそうなるなってちょっと思っちゃう。菅原も絶対そうだよ。もうだって、一緒にさ、だってさ、仮に生き残ってもさ、一緒に生きてきてくれる人がいないわけじゃん。けど他に生きてる人はいるよ。でもさ、けど知り合いはいないだったら生きる意味ないと思っちゃう。ってなっちゃう。けどさ、例えばさ、ドラマあるあるなんだけどさ、うん、死のうとするじゃん、それで。もうあの、ゾンビになろうってなるじゃん。うん、なろうって言った時に、君の友達と両親はそんなこと願って、ないんだよみたいな、君が生きて幸せでいることを願ってるんだって言われて止められるとする。キレ言言ってんじゃねえって殴りそう。でもさ、そういうさ、言ってくれる人がいるんだったら、まあ、もしかしたら希望を持って、うん、だってさ、それまで一緒に戦ってきたわけでしょ。だったら生きるとは思うけど、一人で戦ってて、うん、で例えばその仲間がもう最初から仲間と過ごしてたとするじゃん、うん、過ごしててみんな戦ってで、だんだん仲間がいなくなって一人になっちゃったらもうこうなるけど、うん、なんか知らない人とでも、うん、なんか最初に戦ってたらもうそれは仲間やん。か仲間ができたら戦うかも、うん、戦う。ああ、ええじゃない。けどそうだよね、行きたいもんね、うん。え、だからそういう話をしてて、めっちゃ一人でずっと考えてた。自分だったらどうなるかなとか。あとさ、自我があるゾンビってあるじゃん。ある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 。そういう時さ、どうする？え、もし？え？どうしよう。え、けどもうそれはもう信じるしかない。もう、それが大切な人だとするじゃんか。ゾンビになっちゃったけど、そのまだ、あ、心があるってことでしょ？うん、だし、それ自分がなった場合も。けど離れる。やっぱ離れるよね。怖いもん。離れちゃう。いつ食べるか分かんないもんね。うん。それが一番嫌だなって思うから。なんか助けられるんだったら助けたいよ。だって、力が強くなってるじゃん、うん、その分、うん。だから、助けられるっちゃ助けられるから、そういう感じで使ってくれ
ていう気持ちもあるけど、もし使えてたらいいんだけど、もう自分の自我がなくなってしまった時に襲ってしまったら一番嫌だから。確かに。面白い、こういうの考えた。ゾンビって怖いね。怖いね。ゾンビって怖いよ。けどさ、ゾンビの演技してる人って、うまって思う。体柔らかすぎん。え、でも本当にゾンビってさ、ありえるからさ。そうだよね。なくはない話だもんね。だからお化けとゾンビ、どっちがありえるかって言ったら、菅原はゾンビの方を信じちゃうの。現実世界で。あ、なるほど、ね。だから嫌だなって思っちゃう。ああ。いや、確かにそう思うとそうかもしれない。え、みんな、えって。えいや、そこまでなんか、そのゾンビが現実感なかったわ。え、だってさ、それでこそさ、今もさ、このさ、ウイルスが流行ってるわけじゃん。なんかそういうのを考えたら全然ありえるなって思ってすがら、うん、なるほど。え、だからいや、あ、ゾンビって怖いなって、現実でも全然ありえることかもしれないって、ひょんなことが。お化けはさ、一回も今のところ見たことないからさ、怪奇現象とかも。まあ確かに。だからあれだよね、まやちゃんは映画館でゾンビの映画見に行った時マフラーで顔を覆ってちょっと我慢できなくてね、お花を摘みに行ったりして。マジ、あの時が一番怖かったと思う、多分。周りの人。いや、ごめん、見てるこっちも怖かったから。菅原っていうか、周りの人が一番菅原の格好に怯えてたと思う。怯えてた。え、なんか現れた。目の前で。マフラーを狂ってる女性が。歩いてんだよ。歩いて出てったと思って。怖いわ、逆にそれは。本当に菅原、普段映画見てて、ちょっとお花を摘みに行きたいってことを。はないんですけど、その時我慢できなくて行ったんだけど、まあ、引き去りで行かないといけないからさ、とりあえずお花摘みに行くまで。みんな見てですね。うわーと思って、もう怖いよ、やだーと思ってマフラーして、もう頭ぐるんぐるん、もう顔がない、もう顔が見えないの、もう全部マフラーみたいな。うん、マジ隣でなんかいると思って。その時隣の席だったからさ、え、なんかやってるんだけど、どうしたんだろうって。怖かったんだもん。マジで、ほんとゾンビってありえるから。菅原が今こうやって平常心溜まってるけど、もし仮に傷ができて、うん、なんかの、何かを触ってしまって、うん、出たら、ゾンビになってるかもしれない。うん。明日ゾンビになってるかもしれない。あってなってるかもしれないんだよ。こうやって悪ふざけしてる、今こうやって真似してるけど、そうなった時マジ本当に冗談じゃないよね。全然ありえるから。怖い怖い、全然ありえるから。ゾンビ、そんなマイアンホラー映画出てたよねって。うるさ急にうるさ。あ、女優の菅原まやさん、お願いします。自分がいつさゾンビになってもいいようにさ、気をつけて生きてこう、うん、だからとりあえずゾンビになった瞬間に、あの、もうすぐ水洗いか傷を焼こう。なかったか血を止める、そういうか、そこを切断する。切断、うん、なるほどなるほど、確かに。けどそうだよね、そういう映画で知識を得といた方がいいよね。じゃあまやちゃん見よう、映画。ドラマ見よう。アニメだったらいい。あ、アニメは見れる。だからさ、鋼鉄城のカバネリとかもさ、もうゾンビみたいな。あ、ゾンビ見れるじゃん。だからさ、あれはさ、人間じゃないじゃん。アニメじゃん。うんうん。でもさ、人がやってるの見るとさ、それでこそさ、見たのがさ、バイオハザードだったじゃん。でも全然さ、もうさ、なんか犬とかさ、鳥とかもさ、全然ゾンビじゃん。だからよく思うもん。なんかさ、歩いてる時とかにさ、鳥とか、こうパタパタ
ってしてさ、米の前とか上と、うん、まあ、これウイルスまき散らしてんのかなとかさ、これがもしこの、これを鳥がウイルス、もうゾンビのウイルスを持ってたら、この鳥は、すがらにウイルスをかけてるんだって。もうそれはちょっと映画とドラマとアニメ見すぎっていう感じになってしまうんですけれども。って思っちゃう。でもバイオハザードってそうじゃん。うんうんうん。だからさ、思っちゃう。でもなんかさ、こんなにさ、ドラマとか見てるけどさ、記憶力がないからさ、対策も何も忘れてそう。なんか、はーって言って終わってそう、いつの間にか。全然ありえるって思っちゃう。てか、菅原、妄想力すごいね。ね、妄想力すごいね。この話でいっぱいどん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 膨らんでて。すごかったよね。妄想力。でも本当に、それ、本当になんか結構ゾンビ映画見てから結構そういう風に考えるようになっちゃった。鳥とか見ると。いや、そうか、そうだよね。うわぁ。そう思うとお化けの方がマシなのかな。そうだよ。だってお化けなんて見たことないもん、菅原。確かに見たことない。見たことあったらさ、確かにさ、あ、お化け怖いなってなるけどさ、見たことないもん。まあ、ゾンビも見たことないんだけど、そのさ、ウイルスが流行ってるって、なんか何かしらのウイルスはさ、あるわけだからさ。で、お化けなんて見たことないから大丈夫だよって言うじゃん、うん、けどさ、こうやって話してるじゃん。今日の夜お風呂入るじゃん。シャワーさ、目つぶれないんだわ。怖い怖い怖い。目かっぴらいて、めっちゃ泡入る。めっちゃ目痛いと思いながら、そう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 。って思ったら本当ゾンビの方が怖いですね、菅原。確かに。怖いね。お風呂入るの怖いな。やめてよ。怖いな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 。あれ、今、階段始めますか？ごめん、夜に怖い話しないでほしいなって。ごめんね。ごめん、夜にする話しない。もっと楽しい話しようじゃん。何の話する？何の話しよう。なんかあったかな。なんかあったかな。何があったかな最近。なんかあったかな。最近何があった？何があった？何があったかな。なんかあるかな。ない。トーク会の話とか、もうトーク会の話はまんもしたし、うん、さっき名古屋の話で盛り上がったもんね。名古屋ね。次じゃあ幕張の話で盛り上がる。幕張の話。幕張の話で盛り上がろう。あ、ミナレンさんの卒業コンサートの申し込み、申し込みね、めっちゃ怖いかった。ね、可愛かったよね。うん。あの、熊持ってるミナレンさんのイラストが。全部可愛かった。ね、色合いも最高に可愛かった。うん、めっちゃ可愛かった。いろいろ超楽しみ。めっちゃ可愛かった。本当に。なんかさ、二日目のさ、明日晴れるかなみたいなさ。うん。うん、あれでさ、レンさんにさ、なんですがら二日目にね、あれレンさんに、あなた、ね、なんでさ、菅原、二日目、まあ、出るんで楽しみにしててくださいとか言ってさ。あれ、あの、え、あれ、え、若手、若手。あれでさ、なんかさ、じゃあ、あの、二日目、なんかさ、髪型どうしようかなとか言っててさ、じゃあ、二日目あれしようとか言ってさ、いや、出ないでしょって。毎回会うたび、え、2日目出るけどっていつも言ってる。2日目出ますよねって。え、出ないことあんのって。
めっちゃ、うん、最近めっちゃルンさんと会う機会が多かったからさ、コンサートの話とかをさ、まあ、先にさ、こうちょっと聞いたりすることが多くて、それでなんか、そうやって言って、毎回そういううざがらみしてるルンさんに。マヤは、なんかいい意味で若手感がないよね。もう若手じゃないしね、菅原に関しては。なんかいい意味であの先輩とかにもめっちゃ馴染んでるから、そうそう、だから先輩といることが多いから、いつの間にかなんかあれ同期ぐらいだったみたいな感じで思われるよ、ね、めっちゃ言われる、ほんとそれいろんな先輩に言われる、ね、後輩感ないいいのかな、そうそう、いいのかな、いい意味だよ、いい意味、いい、まあ、それぐらい馴染んでるよってすぐに馴染んだっていうことじゃない。なるほどね。でもちょっと二日目いないんだ。あれいじけてるよ。相当いじけてる。まだいるからね。ルンルン、すがる二日目いないよ。いいの？いいの？けどあれだよ、まやちゃん。まやちゃん、あの、若手じゃないかもしれないけども、あの、素晴らしい表紙もあるからね。うん、最近雑誌とかね。あのね、あの、コメントでね、うん、あの、宣伝よろしいでしょうかって。急すぎ、急すぎ。あの、結構あの3回か4回ぐらいの宣伝させてくださいっていうコメントが何回か来てらっしゃって、うん、このジュース桃の果肉入ってた、え、今更、うん、嘘、入ってたよ、気づかなかった、なんかそんなに、え、待って、え、こんなでっかく、ん、なんて言った今、こんなでっかいそう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 、びっくりしちゃった。知らんかった。でしょ？え、今出してなんかちょびちょびさ、なんか入ってるから、うん、え、それだと思ってたけど、これぐらいも本当にあのブドウが入ってた。そうでしょ。え、びっくり。それはでかすぎでしょ。本当や。だってカンカンから出てこないもん。缶がさ、これぐらいの大きさなのよ。こっから出てこないんだよ。めっちゃでかいじゃん。でかくない？え、全然出てこないもん。なんも見えないんだよな。え、めっちゃでかい。で、3日間あるから、ルンさんのコンサート。1日目は、うん。1日目は、大場美奈卒業コンサートでしょ？で、2日目がまあ若手で、うん、3日目が誕生日会じゃん。うん。楽しみだね、誕生日会も参加できるの。めっちゃくちゃ楽しみ。ガラは昼に参加します。ん？え？あれ、うちは入ってた？あれ？うちはいたけどね。いた？だから、菅原は1、2、3、3日間出んのよ。うちは行った、ごめんごめん、私が見逃してたわ、ごめんね、うん、とりあえず1日目見て、あ、見てじゃん、いて、で2日目もいて3日目もいるね、あ、そうなのか、いたよ、未来とは、未来とはの衣装着てたでしょ、え、ごめんごめん、ちょっと見逃してた、もう一回見とくね、今すぐ見な、未来とはの衣装着てたでしょ、ほんと、え、うちはだよね、行くね、ん？見たでしょ？ん？ん？あれ？私、まやちゃんの顔間違えてる。見たでしょ？ん？ごめん、ちょっとあの iPad 古いみたいでちょっと載ってないかもしれん。いないね。うん、いなかった、ちょっとごめん。いなかった？マジ？うん。え、いなかった？グッズ、そう、うちはいなかった。マジか。え、うん、いない？マジ？これあの、私の iPad が悪い。そうかも。そういうこと、うん、めっちゃ激フルの iPad だから。アップデート。データもアップデートしなきゃ、ちゃんと。あ、されてないのか。あ、じゃあ、あの、見えなかった人もアップデートしてないみたいなので、うん、ぜひ、あの、アップデートして、ちょっともう一回見てみてもらっていいですか。そうですね。だから3日間めっちゃ大変なわけよ。ああ、それはもう、けどね、本当に楽しいライブになるんじゃないかな。ルンさんの最後だからさ。そうだよ。楽しみだな。ちょっとルンさんにももう一回言っとかなきゃなって。ちゃんと。あれ、あの、
追加であのあれ上からのマヤの内輪がこうやって紙で貼られてるパターン。でだよ、ちゃんと公式サイトちゃんとしといてくださいねって言っとかなきゃ、ルンさんに。ルンルンって、ルンルン公式サイト壊れて変だったよって、スガラの内輪の写真なかったよって、大丈夫って、大丈夫だった、大丈夫だったって聞いとかなきゃ。かみんなちゃんとスガラの内輪撮るの忘れないでね。もう最悪自分で内輪作ってもらっていい。顔はめ、顔スガラマヤ。でもみんな可愛かった。ね、可愛かった、めちゃくちゃ。ね、楽しみ。ね、本当に何やるか楽しみにしててください、皆さんも。ね、うん、面白。あ、本当に信じてる方、あのマヤちゃん二日目は分かんないよね。ごめんごめんね。うん、そうそう、分かんない分かんない。分かった。本当おもろい。呪音のうちは希望だって、昨日の呪音今日もできるから、クマひどいから永遠にできるから。え、出んねやろ。でごめんね、出ないよ、本当は出ないよ、出ないよ、本当は出ないよ。信じて方いたかもしれないですけど、あの、出ないですよ、出ないよっていう流れをいつもルンさんとやってたよっていう。面白い。ルンルット。なんでって、なんでおらんのって。でもおもろい。あ、コメントが固まった。あ、騙された。わらわら。優しい。基本多分菅原の見ている人は多分騙された人多分一人ぐらいです。一人ぐらい。うん、え、クマヤンでユニットってやったことあったって。二人だけってことですか？てか、うん、あんまスガラユニット一緒になったことないよ。な、何？涙の表面張力。あ、それぐらいだね。え、マジでコンサートとかでも一回あんまなくない？初めてじゃない？ない。え、あんのかな、記憶がないだけなのかな。え、ないわ。ない。涙の表面張力。だってさ、ツアーとかもやったけど。ツアーでやったぐらいじゃない。うん、あ、ないね。ベンチとかでもなくない？コンサートでもなくない？意外とないんだよね、そう思うと。なんか。全然ないね。だって、10年目なんだけどさ、今年アイドル。6期生。え、かまちゃんと2人でユニットやったの、この前が初めてだ。意外。3人とかはある。そう。はあるけど、アボカド、うん、あれが初めてだと。マラちゃんも全然ないの、そう思うと。確かに。二人だけはないね。全然ない。うん。二人ユニットがあまりないもんね。うん、ないし。てか、マジでこの前の涙が初めて一緒にユニット。なんかさ、ラブクレーはあったけどさ、うん、それはまた別じゃん。それ以外で、やったのは本当にこの前が初めてな気がする。記憶上ね。そんな気がする。待って、あれじゃん。うにゃにゃやったわ。あ、うにゃにゃやったわ。やったわ。確かに。うにゃにゃ。でもさ、言うてさ、一緒にユニット、うにゃにゃ以外でやったことあるのか、それより前あんのかな。すばらも記憶ないんだけど。一緒に、三人で。とかなくない？ある？ないよ。ない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 。その少人数であまりやったことないから。え、でもさ、言うて、だから去年が初めて、ユニットやったってことでしょ？やばくない？やばくない？こんなに一緒にいて。初めて、去年一緒に初めてやりました。やったんだ。え、待って、鉄のとかさ、何のユニットやってた？バーコードもやってたし、ウィンブルドンさ、黄色だっけ？違う、それなっけ？黄色だった。けど最初の方だけだから、合ってないわ。やってないよ。え、チョコの行方は？狼。チョコの行方やったけど、それはあれだもん。10周年の時に、鉄な公演。あれが初めてなの？
あれが初めてのチョコだった。やば、じゃあ、菅原の方が先輩だ。出たよ、そうやってマウント取ってくるやつ。マジ、意外、だからめっちゃレアなんだね。なんかさ、一緒にいるけど。うん、一緒にいる人とだからさ、普段ユニット全然やったことないもん。そう、タニピプ、タニピやったことないもん、あまり。タニピあるよ。ですが、ハタボンないかも。ハタボンあんのかな、記憶ないだけかもしれない。記憶ないだけなのかな。ハタボンは、あれで、キスは、キスダメ2回ぐらいやったこと。ああ。ナッキーさんはいい。あ、でもバーコードとかやったことあんのかな。バーコード一緒にやったことある？ナッキーさんはあった気がする。あ、ないわ。ハタゴン意外とないかも。わ、ないね。ハタゴン私もないわ。この人とめっちゃ一緒にユニットやるって人いないかも。まあそう、基本そうだと思うけど。うん。ないね。って思ったら菅さんと多いかも。須田さんと同じユニットやってること多いかも。うん、あかりさん？めっちゃ多いわけじゃないけど、雷鳴もやったことあるし、チョコの行方もあるし、うん、クロスとかもやったことあるし、うん、女の子の第6巻もやったことあるし、うん、と思ったら須田さんが多いかも。あかりさんとが多いんだ。確かウニャンニャンもさ、あ、キャンディーとかもさ、やったことあるしさ。あ、一緒にやってたもんね。そうそうそう、そう思うと私ゆずきが多いのかな。ゆずさん、思い出以上もゆずきとやってたし、うん、グローリーデイズもゆずきとやってるし、オオカミとプライドもやってるし、うん、あとなんだろう、あとなんかあったっけな。え、あと、え、そんなないのかな。どうなのかわかんないけど、ジッパーもやってるし、菅原須田さんと。お、めっちゃやってんじゃん、ね、思ったらめっちゃ須田さんと多いかも。やっぱね、多いね、うん。チームも一緒だから余計じゃない？そういうゼップツアーとかでも。ね。え、でも意外と、まあ、確かにそうかも。あかりさん、今日は北海道から東京です。だって、北海道行ってたんだ。ストーリーで、なんかそう載せてたよ。どこでしょう？でも絶対この雪の高さは北海道だろうなって思って見てた。うわぁ、すごい。きゃぁ。いつかやれたらいいね。ね、いつかやれたらいいね。やってみたいね。2人でユニットやってみようよ。ね。何でも2人ユニットって何あるんだろう。うん、狼とプライドと、うん、楽しいのがいい、楽しいの。楽しいのは、おしめし。固まらないで。あ、流れ星。うん、流れ星。ココイチ。楽しいユニットがいいな。楽しいユニットなんだろう。隣のバナナだって。ああ、やったことある？バックダンサーしかやったことない。ハートの独占権。じゃあそっちがピンクでしょ？え？ピンクマヤちゃんだよ。マヤちゃん紫やったことあるもん。私紫やりたい。ダメだよ、やったことあるポジションに当てはめるもん。もしやったらクマさんがピンクで。分からんよ、うん、だってやったことあるポジションだもん。分からんよ、うん、やったことあるポジションだもん。分からんよ、うん、じゃあ2人です。じゃあ2人でピンクやろ。ん？って思ったけど、菅原さ、独占権さ、どっちもやったことあるかも、ポジション。お、来た来た来た。今思ったけど。
来た来た来た。そういうのがめっちゃ多いかも。どっちもなんかいろんなポジションやったことあるとかが多いかも。うん。スキャンダラスに行こうだって。やってみたい。曲。いいね。あれって2人組だった。わかんない。なんかさ、サイさんやってたよね。やってた、やってたイメージある。しかないけど。何人のユニットなの？あれはもっともっと。でもあれ、何人なの？あれなんかすごい楽しそう。歌詞、ちゃんとした歌知らないけど。うん。メロディー好きだよ。お二人だって。いいじゃん。大島さんと小島さんだ。楽しそう。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。やってみたいな。いいじゃん。やってみたいじゃん。コンサート何や本当やるか楽しみになってきたね。楽しみだね。はい。もう終わりかな。42分やばい。もう42分早くない？うん。じゃあもう終わりにしよっか。終わりにする。なんでかっていうとやっぱお花をもう摘みに行きたいんだよね。やっぱジュース飲んだもんね。すがらさん。今日は早めにジュース飲むなって思ってた。結構最後の方いっぱい飲んじゃってさ、やっぱそっかそっか、お花摘みたくてさ、だしさ、やっぱさ、昨日さ変なタイミングでさ終わっちゃったからさ、やっぱ綺麗な状態で終わりたいじゃん、うん、あ、わかった。じゃあ菅原のポーズを決めよう。あ、そう、ポーズが決めないといけないし、菅原のポーズだけ決めよう。果実が全然出てこない。でも何がいいかな？でもこれがやっぱいいと思うんだよね。これがマヤのポーズね。これちゃんとさ、曲げないで、こう、もう、こう、こう。こう、こう、ね、こう。こう、もう。あの、目尻にね。あと、こう、こうじゃなくて、こう。縦、ね。縦。指の感覚も、あんま広げずに。細かいな。こうね、わかった。うん、だからもっと指の感覚もさ、もっと。もうちょっと狭めるわ。そうそうそう。え、もうひっつけちゃダメ？こういうこと？キモくない？なんか。ん？え、かわいいって今出たよ、スタンプ。これでいい？でもマジでさ、ないんだよね、ポーズ。これよ、菅原マヤポーズだから、これ。ファンの人とさ、シャメ会やってる時にこうやって、S と M で菅原マヤポーズ。いいね、やらないかい。じゃあ私は KH でやろう。今度。写メ会で。今思うとさ、ダッセーなって。え、それやろうと今言った私はどうすればいい？え、それはさ、くまさんのさ、感性じゃん。すがらは、ね、そう思っただけだから、全然そういう、自分の意思は曲げない方がいいと思うからさ。本当？大丈夫？それでまた同期にあの、いじられない？大丈夫？大丈夫。誰も見てないよ。わかった。それもそれで悲しいんだけど、大丈夫そう。みんな楽しんでるからさ。オッケーオッケー。じゃあ、まやちゃんのポーズは？やっぱ、ダブルピースかな。なんか、このポーズあったら嫌だな。なんかさ、それでこそさ、うん、あのさ、新曲のさ、写真撮ってる時にさ、うん、はい、じゃあポーズ撮ってくださいって言われてさ、なんか思い浮かばなくてさ、うん、ずっとダブルピースしてた。いいじゃん。でもそれがいつの間にかマヤちゃんポーズになってたって。こうやって、こうやって。徐々に近づいてった。
これってやっぱ普通の WB。でも、これはね、普通の WB だから、小屋も普通だから、こうやったらなんか、いいかなって。で、これがバッチャンポーズ。あんまだからそんな広げないで。わかった。もうちょっと大型にきついんやって。だから力入れすぎちゃうとやりにくいから。力抜いて、もっと感覚狭めて。めちゃめちゃ指がもう、あーってなってるよ。あーってなってる。あー綺麗なにっていう。どう？え、待って、クマさんが考えたむくみポーズ何？むくみポーズなんて考えてないよ。嘘つかないでよ、この。誰それ言ったの？出てきて。多分そっち行くよ、コメントで。誰むくみポーズって、教えてもらえない。でも誰かさ、菅原のポーズマジで考えてほしいわ。いいじゃん。前髪にこれ、一本やって、M ポーズいいじゃん。もうかわいい。ほら、マヤの M。かわいい。かわいい。かわいい。やば、昨日言ってたやつだって。なんだっけ、昨日言ってたの。むくみポーズ？リンパ流すやつだって。こうやつ。こうやる？そっか、これから。あ、これじゃ。菅原。ふまちゃポーズ。じゃあ、菅原のポーズこれじゃない？うん。むくみ流すポーズ。うん。ぱった見さ、マジでさ、変な顔して、例えばさ、とかやったらさ、マジで殴られてる人じゃない？間違いない。これやったらこう。ふまちゃポーズ。かわいいの？あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっとあの、人差し指立てるのがポイントね。ここでこうやってリンパをこうやって押すの。リンパ流すからね。こことかね。どう？でも、ここにも、ツボがあるから、ここに、こう。横向いとけばね、全然可愛いのよ。可愛い、これで。これいいじゃん。めいちゃんポーズ？めいちゃんポーズ。これいいじゃん。これも、これツボあるから。もうむくみ取りのポーズがすべてまやちゃんポーズで。これもあるから。真剣なのよ。何がかわいい？本当にかわいいのあった？ここね、ここのツボね。頬骨の下のツボを押す。このポーズ。しんどくないこのポーズ。ここか。何のポーズやろここか。ここが一番、指差しかと思いきや、ツボ押したい。いいじゃん。考えとこ。ツーショットまでに考えとこ。もっと可愛いの。考えてて。一緒に考えよう。オッケー。じゃあ、最後、スクショタイムは何？何ポーズがいいですか？ A ポーズがいいだって。うん、やらん。まやちゃんだけやってよ。うん、やらん。ピースが無難かと思うよ、だって。A ポーズ、なんかさ、顔触ってるからマジで説得力ないと思うけどさ、A ってマジでさ、なんか、うん、顔の肉をこう、こうやってさ、下げてるからさ、実際。横にやってると思うじゃん。あれさ、実は下にやってるからさ、もうこの土地になるとさ、重力感じさせない方がいいってなってるからさ。自分から下げに行ってるね。と下げちゃうからさ、もうだから最近やらなくなったのよ。なるほど。わざとこうやって下げてるからさ、皮膚が垂れちゃうわけよ。顔触ってるやつがよく言うなよって感じなんだけど。じゃ、今日はとりあえずむくみポーズで。はい。チーズ。オッケー。菅原も鼻つむし、あと重力に勝つわ。A ポーズできるようにいつか。うん。
買ってこう。こうやってあげてくわ。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ、くまさん。みんなもバイバイ。今日もありがとう。バイバイ。ありがとう。お風呂入るとき音楽とか流そうね。バイバイ。イエーイ。